なんでさ、お前みたいなクソガキに俺がチュンカー渡さなくちゃいけないんだよ。よく考えろ。そしてそこに横スパが、モサの立ち回りっていうのを教えたろう、てめえに。俺のこと隊長って言えよ、お前。鬱陶しいやつやな、ほんまにお前は。生意気な後輩入ってきやがった、ボケ。それが雑魚の末路ってことよ。はい、どうも、ムジカです。いやー、ちょっと日本撮り、さあ今日もねピックアップしてきますわよー、ということで、じゃあクソガキ行こうかな。クソガキ、あー、生きてるクソガキがいっぱい来てますが、なんでクグカなんだよ。 iPhone だ、 iPhone 買えっつうの。まあ生きてる感じで来てますが、動画面白くしてやるからガチャ引かせろ。お前が持ってる金全部俺に貢げや。とっとと採用しろや。学校での黒歴史、面白くなること間違いなしや。一回俺にかけてみろや。このクソ害悪 YouTuber っていう。はい、クソ害悪 YouTuber 言われたままとりあえずこれにしてみるか。まあ、とりあえずこんな感じでね、お前本物の無事か、本物だったタイマーしろ、バトルしようや、逃げてるか、おい、変身まだか、早くタイマーしろ、せぼげ。みたいな感じでね。もしもし。聞こえるか。ディスコも使えねえのか、お前は。ディスコ知らんのじゃ、バーガー、お前。どうでもええわ、それな。知るか、暴言。すげえイラついてんじゃん。どうした？大丈夫？ディスコードムカつくわ、ほんま。ムジカはムカつかないんですか？ムジカ、お前もムカつくわ。もう課金ばっかりしちゃうって、このクソバカ。課金したいんでちゅう？はい。なんでさ、お前みたいなクソガキに俺がチュンカー渡さなくちゃいけねえんだよ。よく考えろ。まあ、分かってねえな。お前が働いてんのは、俺のためやぞ。そうだった、忘れてたわ。そしてそこに横スパーが。じゃあちょっとデュオしますか。じゃあ、ドンカツおごってくれたら渡すわ、チュンカ。そんぐらいできんだろ。余裕じゃ、パーが。ちょっと俺、パラシュートフォローさせてよ。まあ、お前チキンやな。俺についてこい、パーが。いらんことすんなよ。はい、わかりました。ちょっと立ち回りをちょっと教えてもらっていいですか。任せろ、俺誰やと思って。いや、誰かわかんないですけど。すげえダセー格好してますけど、大丈夫ですか、それ。は、お前に言われたくねえよ、お前。なんだその社名は。もう分かりにくい格好しやがって、お前。ほら、かぶっていいよ。かぶんじゃねえよ、すぐ。死ねえ、別にどうでもいらんわ。お願いしますよ、キャリーしてくださいよ、じゃあ。任せろ、お前。モサの立ち回りっていうのを教えたろう、てめえに。結構うまいんですか。まあ。なんだ、具体的に言えよ。ゲリラ出てるとかさ。クインテッドキル 0.9% が。ゴミじゃねえかよ。は？黙れ。お前も一緒ぐらいやろ。いや、僕はだって、モサとか自分で言ってないですからね。スキンで生きりやがって、このクソバカ。それは、ただのひがみですね。俺に金渡せばいいんじゃん。いやー、やっぱ渡したくなるような人に渡したいっすよね。例えば君の後輩がさ、おい、金よこせよ。俺に金渡しときゃいいんだ、お前は。って言ってきたとしてさ、金渡します？渡すわ、ボケ。渡すんかい。可愛い後輩のためじゃん。あ、やばいやばい。いるよ。あ、何しやんねん。おい、俺が引いたろ、ボケ。乗れ。任せろ、任せろ。あ、もうこれ知らん。足かと。これ、ボット部屋じゃないですか。知るか、お前が弱いからやろ。お前の 0.9 のキルレのせいだろ。違うわ、お前。ほんま、ザコのくせに、お前、生きりやがって。俺のこと隊長って言えよ、お前。了解です。館長さん、お願いします。なんだ館長って、お前。愛しい後輩やな、お前。あ、じゃあ、セダンスキンちょっと変えてもらっていいですか。セダンスキン。あれ？あ、見ろ。これが男のロマンや、お前。デフォルトっすけど。なんだこのクソスキンよ。戻してもらっていいっすよ。こんなんクソスキン、クソスキン。いいか、降りろ、お前。黙って降りろ。隊長の指示聞けよ、お前。隊長置いてかないでくださいよ。気に触るやつやな、お前。タップ音がうるさいんですけど、静かにしてもらっていいですか、それ。今ね、充電がないよ、イヤホンの。充電しながらできるよ、持ってないの。持ってへんわ、俺金ないんじゃ、ボケ。家ごと金ねえのかよ。かわいそうに。かわいそう。今人生楽しんでるわ。関西のおっさんみたいな喋り方しやがって。お前なんでわかった、俺が関西って、お前。ごてごてじゃねえかよ、喋り方。標準語で喋れ、標準語で。うっせえ、黙れよ、お前。多分お前にムカついてるで、視聴者様はみんな。え？マジっすか。なんかちょっと直せるとこあれば直したいっす。どうしたらいいっすかね。まあ、とりあえず俺に金渡せ。なんかそっちの方が生きってる感じになっちゃうんで、あんまりやりたくないっていうか、渡したくないっていうか。なんでこの気持ち悪いやつ。お願いしますよ。媚び売っちゃう感じっすか。媚びラフラはお前なんかのクソ野郎に。それじゃあなんかカツアゲみたいな感じじゃないですか。怖いし、なんかお前は分かってないようだな、世の習いを。あれ、隊長どこ行きました。隊長見失うな、お前。隊長、あざす。パシリあざす。パシリちゃう。お前、スキン買えんなよ。俺はこれが好きやねん。おい。
お前の男のロマンやのにな、お前。ふざけやがって。戻してもらっていいっすよ。どうやって戻すんだよ、お前。変わったんじゃよ。小屋に枠かよ、お前。いや、早く加速しろよ。加速使うとね、ガソリンがなくなるんです。ガソリン持ってるから大丈夫だよ。ガソリンぐらい調達してない。じゃあ加速するわ、バン。加速しないやつ初めて見たわ。鬱陶しいやつやな、ほんまにお前は。生意気な後輩入ってきやがった、ボゲ。学校でもそんな感じなんすか？お前な、学校では俺が一番に。あ、ちょっと、運転大丈夫ですか？男の勲章じゃ、これが。わかったか？お前。あ、すいません、ちょっと聞いてなかった。あれ、ボット消えた。ボットを借ろうとするな、いちいち。いや、ボット借りたいでしょ。キルレあげなくちゃ。それがザコの末路ってことよ。え、ボット倒しました？今、この回で。倒したわ、一枚。倒してんじゃないかよ。ザコの末路じゃないんですか、それは。お前みたいな、そのクソスキンをつけることが末路じゃん。来ていいっすよ。はい。切るか、バーカ。切らないんすか？まさ、そこにボケ。やっぱ、あれですか、いえ、学校でもそんな感じなんですか、ヤンキー、いわゆるヤンキーなんですか。俺がヤンキー？違うわ、俺優等生やろ、どう見ても。いやー、なんかちょっと怖い系の人たちなのかなと思って。こんな優しいイケメンな隊長が。髪とかもう金髪で、ピアス開けて、みたいな。お隊長、銃声するやん。めっちゃボットに、ボットにたかってんじゃないですか。はい、はい、あざーす。隊長、さっきなんか、ボットに群がんのはザコの末路っておっしゃってましたよ。隊長、ちょっと削られてないですか、ボットに。ちょっと削られてません？隊長、大丈夫ですか？スポドリ持ってきましょう。やばいよ、鳴き声するぞ、ボットの。あ、おたたた。おいおつー。隊長、かっこよすぎやろ、俺。もう3キロやぞ、俺。人生初やぞ、お前。黙ってついてこい、お前は俺に、はい、おい、お前なんだそのシャレたジュースキン、お前もう気持ち悪いやつや、お前お前は。隊長になんかいちいち反応するのやめてもらっていいですか、僕のスキンになんか羨ましいと思っちゃうんで。おい、お前待て、ストップ、乗る前にストップ、鍵を捨てよう一回。こんなんいらないっすもんね。はい、乗れ。おお、いいやんけ、お前落ち着くな、ほんまに。ボロ車の方が落ち着く。ボロしちゃう、お前落ち着きますか、やっぱ。今のはセダンさんに謝るよ。セダンさんすいません。隊長、あ、物資ありますよ。取られた。おい、EW やんけ。俺が使ったろ、お前。隊長の EW 見とけよ、お前。おい、無事が大丈夫か、お前。心配してくれてるんですか。いや、違うわ。まあ、一応お前は子分やからな、俺の。かっこいいっすね。かっこいいとこあるじゃないですか。もともとかっこいいんじゃん、お前。やばいやばい。お前、何しやんねん、お前。ザコか。やばいやばい。どこだ。だる。うわー、誰普通に2人ぐらいいますよ。お前何しんねんの、倒してるわ、ボーゲン。お前ゴキルじゃ、ゴキル。おいおい、いつも通りなんじゃないですか、そんぐらいのキルは。テンション上がってますけど、ゴキルごときで。お前はやっぱり知らんな、世の中を。あ、僕の死体漁ってきてくださいよ。ほらほら、いるいるいる。立ち回りを教えたろ。まあ応援歌歌えよ、俺の。隊長はイケメンで。あ、おっと、おっと、寄ってく、やってくよい、やってくよい。あれ、あいつもやったよ、今もしかして。やる。おい、隊長の歌歌えよ、お前早く。隊長は人も良くて彼女もできる、それが隊長。敵おるやん。あ、やばい。隊長！惜しかったっすね。お前がゲスボ歌うで、ゲスボで歌うから悪いよ。気持ちよくなってたんで。気持ちよくなんな、お前。気持ち悪いな、お前。いや、ありがとうございました。またやりましょう。お疲れ様です。あれ？あ、お疲れ様。どうしました？まだやります？お前、隊長命令やぞ。おい、もう一回行くぞ、お前。いや、ちょっともう、もうお腹いっぱいなんで。疲れた。はい。お腹いっぱい。またやりましょう。お疲れっす。あ、おい。ありがとうございます。いいっす。なんすか？ムジカちゃん？はいはいはい。なんすか、その感じ。君はね、本質を忘れているようだね。一応礼儀は通したかなと思ってるんですけど。俺になんか釣ることないんか、お前。いや、ありがとうございました。本当に助かりました。違うわ、お前。お前のレーラー、誰も欲しくないんだよ。え、何が欲しいですかね。オブラートに包み込むとだな、人々が欲しいもの。うん。君もね、その生きったスキンを僕にも提供するというのはいかがかな。いやー、無理です。ん？
お前な、男のロマンをもっと最上級にしたいんじゃ、はい、俺は。ランボ欲しいんじゃ、俺はよ。あ、もしかして、おい、課金したいってことですかね。いやいや、でも隊長は、僕なんかにこびるやつじゃない。隊長そんな格好悪いやつじゃないし、お金も持ってるし、自分で課金できるし、なんか誰かに頼るとか絶対しないんで、僕が知ってる隊長は、そんなこびないっす。何を言ってるんだ、さっきから。いや、人間平等やぞ。隊長なんて言うのは忘れたぜ、俺はもう。いいから。おい。もしかしたら、課金カードくれるんすか？え？おいおいおい、あざっす。なんだ体調はやっぱさっきもなんか後輩を大事にするとかおっしゃってたんで、あ、そういうこと。いや、すいません、なんか逆におねだりがなくてイライラしてたっていう感じですか。おい、お前体調のさっきのルール言ったよ。後輩は先輩を敬い、先輩にマネーを渡す。覚えてないんか、お前。いや、覚えてないですけど。あ、じゃあもうチュンカー渡せばいいっていうことですかね。さっさと渡せよ。ああ、なるほど。いや、わかんなくて、なんかそんなカツアゲみたいなことする人じゃないと思ってたんで、はい、失望しちゃったっすけど。いいっすよ、はっきり言うぞ、これはカツアゲじゃパーが。いいっすよ、そんな先輩金ないんだったら自分あの全然あの貢ぐんで。貧乏な人は助けなくちゃいけないぞって お父さんに教えられたんで。お前のお父さんいいやつやな、ほんまに。はい、いや、貧乏人救えって言われたんで。貧乏人、はい、で、かわいそうなやつが今目の前にいるんで、助けたいと、人助けしようと思います。はい、手を差し伸べますね。さっさと課金してきてください。おい、できたぞお前。はい、じゃあ行くぞ。え、何引きます？フェアリーテイルと行こうかな。それしかないでしょ。わかってるわ、ぽい。たまって聞いとけよ。おい、行くぞ。引け、早よ。引くぞ。はい、はい、お願いします。おい、はいはい、はいはい、おい、サイボーグ傭兵団飾りだ。これはいいんか、お前。いいんか、このサイボーグ。あんまやってないんすか。は、黙れ。はい、2本目お願いします。おら、おう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 、まあ、葉っぱ式のフェアリーテイルとは。はいはいはい、白いやつですね。そうや、よかったじゃないですか、ジュースキン。次行くぞ、お前。3発目おら、ちょっと、うううう、最強のギルドか。いらねえ。なんすかそれ。知るかボケ、俺に聞くな、バーガー。おい、行くぞ。にゃん、とい。パーペキ人形やった。クソ引きやんけ、お前今のところ。クソなのは隊長なんで。これで当たらんかったら俺はもっと見つけよ、お前、俺に。嫌です。あと何発ですか？あと最後じゃ、ボゲ。ラスト、気合入れた方がいいんじゃないですか、もうちょっと。うっ、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 クソ引きや。なんか変なやつや。ちょっと待て、最後あと一回引けるわ。気合入れている。ナチュラティジャッパーだ。いくぞ。てん、てん。どうした？クソ引きじゃパー。ショップのジュースキンのガチャの方が良かったんじゃないですか。お前今言うなよ。いや、知ってるのかなと思って見守ってました。死ねよ。いや、喜んでもらえてよかったっす。1500円渡した甲斐ありましたよ。お前もっと対象に今度から見つぐことな。1500円足りんやパー。とりあえずお金渡したんでありがとうございますって言ってもらっていいですか。Thank you. Nice.